皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。現在有野中町、神戸市北区有野中町へ建設中の、誠直人さん、すぐ岡場駅降りたところにゴリラにあるのに作っちゃってるんですが、これセーフ。あの状況をまず見てください。あの2階建てで鉄骨使ってる、木造にしたらよかったのに、まあそもそも建築しないのが一番良かったんですけども、トヨタさんとかが、トヨタがもともとあったところなんですよ。でそこをもともと解体した後、もしくはそのままの建物で、余った中古車はそこに停めとけばよかったんですよ。結局中古車を売ることになるんですから。でまあ、マクドナルドさんへですけども、女性の社長だった方、まあ日本の、まあ、支店長、要するにアメリカが本社だったら日本に本社を置いてもそれ支店長と同じような意味だから、その人の時にもうマクドナルド昔値段安すぎたんですよ。でそれだったら従業員の人たちにしっかりとした給与を与えられないから、もう値段上げてくれたらいいって僕の方から言ったんですよ。でマクドナルド、ある程度の値段に上がりました。当たり前です。あれぐらいの値段じゃなかったら会社の方が持たない。従業員の人たちも低賃金でずっと給料上がらなくなるから無理だから、最初から。それだったら後で年金もらうときに生活保護と一体何が違うかったんだろうっていう話になっちゃうから、本当に。で、その僕からね、マクドナルドさんしっかり覚えてください。世界中少子化だから出店しないでください。無理だから。昔も一回それ覚えた方なんですよ。マクドナルドの役員の人たちが出店なんかこんなにたくさんするべきじゃなかったって、お客さんの取り合いになるから。だからすぐそこ歩いて15分ぐらいのところにあるから、マクドナルド。これしたらもう絶対自分たちのお客さん、ハンバーガー食べたい人たち、お客さんの取り合いになるから。もうそんな日本の政府にお金求めてこられたって無理ですよ。自分たちのしてきたことなんだから。あとはエネルギーの残存量問題分かってなさすぎる。トヨタさんとかも愛知県の人たち、向こうの西宮北インターチェンジの近く、もう僕が撮影した後、もう余計なものとか作ってる暇あったら建物の解体の方行かなきゃ。向こうの物流センターで伊藤ハムとかもう昔から倒産してる。あそこを解体して金属回収してよかったのね。そうすれば輸入しなくて済むんだから。いつになったらみんな仕事を覚えてくれるんです。豊田明夫さんとかも含めて、ちょっと佐藤さんも本当に電話かけてきてくださいよ。淡井圭介にちゃんと予定組んで、そうじゃなかったらこちらも無理ですって。あの方法、安倍さんも無理だったから、あの方法で僕に声かけれなかったから、